三軒目、池ちゃんの自然栽培米奮闘記。何笑ってんだ。もうね、疲れました。今日は7月31日、月曜日ですね。今日満月かな。曇ってるから見えないんですけど、ちょっとカメラ切り替えます。今日はですね、椅子で手で通る最終日です。ね、椅子が2脚並んでおります。青いのは空調服で、これは休憩用の椅子。手袋がかかってるのがもうドロドロですね。これに座りながらやってきました。ちょっと見ていきましょうか。もう全部できませんでした。もう3週間ちょっとずっとやってたんですけど、まあ1日休みをいただいた日もありますけど、ここら辺ですね、ここの奥、まあだいたいあと3分の1ぐらいが向こうからやってきて、3分の1ぐらいまでやってきて、もうちょっとタイムアウトですね。あとはまあだいたい20、前も言いましたけど、ここから向こうまでだいたい25メートルぐらいで、1日で向こう、こっちから始めて向こうまで行けるか行けないかぐらい、まあ調子がいい時はねできるんですけど、まあ、大体そんな感じ。もうあとはもうアイガモンするかみたいな感じですね。でこんな感じで、休憩の途中でちょっとずつ途中というか、まあ、取った草をあぜに出してるんですけど、見えるかな。中ほどにねまだ取り出した草がそのまま山になっている感じですね。こんな感じ。あそこにサギがおります。で、やっぱ3週間前撮ったところにはまたこんな風に、草が復活してます。こんにちは。もうこの辺も草混在ですね。もう稲もね、まあ大きくなってます。3週間経ったら当然ながら草も大きくなって、最初の頃はねメガネなしでやってたんですけども、保護メガネがないと目ついて痛いみたいな感じで、でねやっぱり草も大きくなって根張りをするので、やっぱ土が多いところは、多いところというか、まあ、高いところね、ちょっとやっぱり取りにくかったですね。まあただ手で通るはなりすまし稲と化してる冷え、まあね稲の際からこう稲のようになりすまして冷えが生えてる、そういうのもね取れたりするんで、まあ細かい作業はできるんですけど、いかんせん時間がかかるという、もうねもうずっと同じ作業なんで、もうこの辺ちょっとね気分転換で草刈りとかねしたんですけど、とかね、ちょっともうやっとここも中干しができる感じですね。
ど、まずちょっと暗渠から外していこうかな。いいよ、こっち。昨年の12月につけたやつですけど、ここに線を抜いて、で反対側のここか、もう一箇所。よいしょ。こっちはえらい泥が溜まってますな。ここも暗渠を外して。よいしょ。そして、ここはもう抜いてるんかな。もう一枚。よいしょ。ここにね、余った苗が、もう終了、もう終了、あ、YouTube？ うん、岡さんです。さあ、ちょっと蓋を、まあ、あとであそこは余った苗を置いてたところのちょっと掘って排水をよくします。ということで今日はこれで終わります。ありがとうございます。お疲れ様です。同じサンバ色違い。